皆さんこんにちは、枚方通信のババッチです。そして私は枚方市 PR 大使を務めさせていただいておりまして、グリーンツダーボクシングジムで会長を務めております元石雅也です。妻の俊恵です。よろしくお願いします。お願いします。今回は美浜ホームさんと枚方通信のコラボで YouTube を出させていただいております。美浜ホームさんで住宅を買われたということで、お話を、はい、ちょっといろいろ小話を聞かせていただけたらなと思っております。はい、わかりました。すごく素敵なお家なんですけど、一番ここがお気に入りっていう場所ってありますか？玄関が広いっていうのがまず入った時にすごく気に入ったところです。はい、なるほど。こっちからちょっとちらっと見えますが、はい、すごい、ね、広いですよね。あ、そうなんですよ。最初入った時すごいびっくりしましたね。ちなみにここは選ばれたきっかけっていうのはどういうきっかけがあったんでしょうか？去年まではその同じ枚方市の北中堀でマンションで住んでて、でやっぱちょっと手狭になってきたんで、まあ息子も大きくなったんで、ちょっと引っ越し考えなあかんなって言うてる時に、携帯で一応美浜さんのカリエートシティっていうそういった住宅を調べた時に出てきたんですよ。でそれで見てて雰囲気が良かったんで、どうということで、まあほぼほぼな一目惚れかな。いろいろ見たんですけど、一応やっぱりここがいいなっていうことで、はい、ここはもともとモデルルームだったと。そうなんです、モデルルームやって、はい、すっごい綺麗やなっていう風な印象がすごくあって、もうダントツ、ぶっちぎりましたね。ぶっちぎりました。すごいですね。なんか意見が分かれたりとか揉めたこととかもなかったんですか？全然なく。あ、そうなんですね。この2人でここがええやんって、まあね、他にもいいお家はたくさんあったんですけど、はい、まあその玄関といい、このリビングの雰囲気といい、はい、ここしかないな、えらいところを見てしまったなみたいな感じで、こう窓もしっかりあるから光が入って、電気つけなくてもね、はい、もう明るいぐらいの。そうなんです。ここからちょっとキッチンが見えるんですけど、キッチンの使い心地ってどんな感じですか？本当に、はい、カウンターとか全部広くて、はい、もうかなりゆとりがありますね。そうですね、はい、なんかすごくね、全体的に広く見えるというか、妻も使いやすい使いやすいってずっと、うん、ここからも目が届くのもいいですよね。会話できますもんね、キッチンでこう作業されてても、ここで座ってリビングから。そうですね、はい、ここって、モデルルームで、購入されてそのままで住まれているんですか？そのキッチンを、はい、カップボードですかね、カップボードっていうのを設置、妻の強い要望で、はい、電子レンジの下なんです。あそこ、はい、あとはね、だいたいモデルルームということでいろいろ揃ってたので、小物をちょっといろいろ入れたりしたぐらいで、モデルルームの時の状態が完璧やったので、まあ、ほぼほぼその状態で使わせてもらっています。家具もそのままなんですよ。バッチリじゃないですか？バッチリですね、本当そのままですね。美浜ホームさんで買われてどうでした？対応とか、ここがいい部分だったなっていう。あ、いや、もう入る前から全ていろいろ話も聞いてくれたり、あと購入して住んだ後のアフターメンテナンスですか、はい、まあ、すごく相談にも乗ってくれますし、対応も早いですし、すごい担当者の方も非常によくしてくれるので、すごい頼もしいです。安心しています。安心ですね、はい、本社の方には足を運ばれたりしたことはあるんですか？あ、はい、このお家を購入させてもらったご縁で、私そのボクシングジムやってるんですけど、美浜ホームさんは応援もしてくれまして、僕にとって非常に大きなご縁も、はい、いただきました。もともと美浜ホームさんはもちろんね、すごく大きな会社で、枚方でもね、いろんなところで有名な会社やったので存じてはおったんですけど、まさかこういう形でお家を購入するとは、ちょっと自分でもびっくりしています。枚方で毎年なんですかね、試合をされて。毎年夏休みに枚方市の子どもたちに向けたイベントとして、はい、枚方市さんと一緒に開催をしております。いつも、はい、小中高生を無料招待しているので、やっぱりお子さんたちもね、すごいこう夏休みのイベントの一つとして楽しみにしてくれているので、本
その試合を見てきっかけでボクシング始めるような子とかもやっぱり中にはいたりとか、やっぱそういう子もいますし、こう夢を持って頑張っている大人を見て、ね、それがボクシングじゃなくても将来僕も何かを夢を持って頑張りたいとか、枚方市の子どもたちに思ってもらえたら僕は一番嬉しいですね。いろいろ指導して帰ってきて寝室入ったらもう即でできるというか、疲れがするという。そうですね、いつも帰宅が遅いので寝るのがもう深夜なんですけどはい、もうすぐに、はい、寝ますね。今でもよく2人で、いやこの家はほんまにいいなって本当によくするよな、うん、欠点がないっていうことをいつも、今でも1年経った今でも話しますね。本当にいいお家なんですよ。ちなみにさっきちらっとお話出てたクワガタ、あ、そうなんです、そうなんですよ。もともとクワガタ鳥がとか釣りがすごく大好きで、今年の夏も多分10回以上クワガタ取ってるんですよ。あ、しかも枚方で。どこでですか？山田池とワニ公園、いっぱいクワガタ捕まえて息子の友達とか自分の友人にいっぱい配るんですよ。うちでは今10匹ぐらいその玄関のところで飼ってるんです。いっぱいでもいっぱいいますよ枚方は。そうなんですね。そう、みんなね、いろんなところ遠く行って捕まえたって言うんですけど、ね、いや全然、いや車で10分ぐらいのところにおるんで。あとすごいのがね、このお家のすごいのが裏が水路なんですよ。そこで僕と息子こんなでっかい鯉釣ってるんですよ。釣れるんですよ。裏で釣りができる。いやこれ本当にできるんですよ。めっちゃやってた。めっちゃやってるよな。めっちゃやっ。それも来てよかったねっていうのがね。いや、だ息子も家の裏で釣りができて最高やー言って、日曜日はもうそっからもうほんとそこで僕ら釣りしてるんです。だからお家もすごく気に入ってて、はい、ね、近くにはクワガタもおって家の裏では釣りができて最高ですね、はい、最高最高ですね、うん、はい、そうそうそう、もう高泉寺の駅も徒歩で、ね、行ける県内なん で、ね、この辺から、お買い物とかどこに行かれたりしますか？買い物は郡園か自転車で行くか、でも今度はあれですね、駅にできますよね、はい、そうですね、駅前がちょっと綺麗になりますよね、はい。今事務所は大阪市内にある？はい、そうなんです。僕のボクシングジムは大阪市内にありまして、うんうん、けどこの場所的に1号線がすぐ近くなんで、あの大阪市内にもすごく行きやすいんですよ。じゃあ結構、ね、通勤もしやすいし。そうですね、まあ、あんまり僕は電車は乗らないんですけど、駅も近くて幹線道路もすごい多いので、あ、まあ、本当にこう枚方にはちょっとこだわっているところあったので、そうです、だからそういう意味ではこう動きやすいですね、うん、昔から枚方に住まれてたんですか？あ、生まれは香川なんですけど、あのけど3歳からもう家族で枚方に引っ越してきて、それでずっと枚方に住んでるんですけど、まあ、本当はジムが大阪市内で、まあ、ほぼほぼ活動が大阪市内になるので、まあ、本当は市内に、ね、住んだらもっと楽なんですけど、まあ、枚方市さんとは深いつながりが個人的にあって、はい、で PR 大使っていうのも務めさせていただいて、じゃあ枚方から出たらあかんよなっていうまあそういう思いもすごくあって、まあ、そういう意味ではこう枚方市っていうのは僕がこだわっていますね。小中高と枚方やったので、まあ、こう枚方にね育ててもらったっていう気持ちもあるので、まあ、そういう意味でボクシングを通じてこう枚方市にね恩返しをしたいっていう思いも僕の中では強くあります。ちなみになんですけど、子供の頃に枚方市内で行った思い出の場所とかってありますか？ヤンプラ、ヤンプラ、マキの駅のヤングプラザ、プール、そうそうですね、なんかあそこが僕の中ではこうやっぱり毎週なぐらい行ってたので、中学校の時とか印象深いですね。あとね、よく遊んだとかよく行ったのは山田池、釣りで小学校の時から釣りで一人で行ってたんで、小学校の時から。そうですね、釣りですね、釣りを持って。そうです、はい、行ってましたね。だからなんか子供の頃からだからこうね、自然がすごく多くて、なんかこう過ごしやすく遊びやすく、はい、過ごしてましたね。じゃあ
最後に、美浜ホームさんのこのお家をちょっと一言で表すと、はい、何かありますか？一言で。もう嬉しいです。もう締めて嬉しいです。はい、僕は帰ってきたら、まあ、本当に唯一落ち着ける空間というか、いつもバタバタなんですよ。練習もあって体も疲れて、ですけどなんかこう本当に自分が休める空間というか、だから美浜ホームさんのおかげでそういったお家とね、こうご縁ができて、もう本当に感謝してますし、まあ、これからもこうね、まあ、忙しいことはずっと続くんですけど、そういう意味では自分をこう充電してリセットできる空間、まあ、こういったものを与えていただいて本当感謝しております。じゃあ今回は美浜ホームさんと枚方通信のコラボで本石さんにお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に本石さんから美浜ホームさんにメッセージがあればお願いします。はい、美浜ホームさん、本当に貴重なご縁をいただきありがとうございます。本当に理想とするお家に住めて、日々楽しく家族と共に過ごさせていただいております。全くご縁がない中でこういうお家っていうのを住ましていただいて、まあ、それでお付き合いが始まって、そこから私のグリーンズダボクシングジムの講演もしていただいて、これからもお家にこうやって住ましていただいて、我々グリーンズダボクシングジムと共に世界を目指せるような関係を築けたらなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。